始まりましたゆうご .tv でーす。今夜も人生に役立つ情報を今から読み上げていくんで、教えることはできませんが共に学んでいきましょう。早速本日のお題を読んでいきます。断り上手は世当たり上手、こちらを今から読んでいきます。人間は心でできていますから、心のやり取りは大切です。相手からの誘いに対して断らなければいけない時があります。すでに約束があったり時間がなかったりと断る理由は様々です。単純に気が進まないからという精神的な理由もあるでしょう。例えばだからといえ嫌です、お断りしますと強く断ることは相手に対してトゲがあります。断ることで相手との仲が悪くなるというケースも少なくありません。せめてもう少し相手に対して柔らかい断り方がないか考えてみましょう。ただ断ればいいわけではなく、また誘ってもらえるように上手に断るということで、ちょっと他の用事があるからごめんなさい、他に用事があって今回は見送らせてください、また誘ってください、欲しいなという心を見せながら断ると相手も悪い気はしません。無理やり誘って悪かったかと思うでしょう。次のチャンスにはまた誘いをもらえるようになります。上手に断る人は世当たりの上手な人です。今日の格言、上手に断れるようになる。なるほどね、確かにね、上手に断るね、かも誘ってももう来ないキャラだなっていうのを作り上げちゃう。仕方ない、そんな相手の暇つぶしに付き合ってられない、自分の行きたい時に行く、行かない時は行かない、それでいいと思う、相手に合わせる必要はないと思う俺は、自分の心が乗った時に行けばいいんですよ。はい、ということで本日はこの辺で、おさらばドロン。